キンプルキシユータの名作キシイングリッシュ連発。ホタテはリトルマーメイドブラジャー。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングアンドブスの日本テレビ系冠番組キングアンドブスルキンプル 土曜午後1時半が13日に放送され通常枠での最終回を迎えた。最終回は過去66回の放送から選ぶ爆笑名場面と未公開シーン特集キンプルデミー賞が企画された。最優秀トンチキ英語賞は岸優太27が受賞した。同番組名物企画の日本語禁止イングリッシュクッキングは 米国ロサンゼルスに一週間留学経験のある騎士が得意の英語でレシピをメンバーに指示する。第一回放送では、チンゲンサイをうまく伝えられず、騎士は思わず、アダルティーリーフと言ってしまう。これを皮切りに、騎士イングリッシュと言われたトンチキ英語が次々と公開された。ホタテを、リトルマーメイドブラジャー、ポンスを、シャンパン。 コルクサウンド、ビネガー、カツオを、ジャパニーズ、ファイマス、アニメ、メインキャラクター、フィッシュ、もやしを、シミラー、流瀬、ベジタブル、ホワイト、スキニー、スキニー、ベジタブル、などと説明し、毎回爆笑だった。さらに人間を、グリーン、ロング、ベジタブル、ハブ、チルドレン、といい、ヒューマン、ノットヒューマン、と続けると、騎士は、さすがに伝わらないか。 肩を落としたが、平野の仕様、26、は、インゲンだと理解し、難問をクリアした。21年5月から、特番が始まり、22年1月からレギュラー化。20日には、番組初のゴールデン2時間スペシャル、土曜午後7時56分、が放送される。キング・アンドプスは昨年11月、今年5月22日をもって、岸優太平野ひらの仕様、神宮寺優太が脱退し、 順次ジャニーズ事務所から退除すると発表。CD デビュー5周年記念日である同23日からは長瀬角と高橋山の二人体制で活動する。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。